はい、今日はですね、商いさんの、カバンの中身を抜き打ちチェックということでですね、今商いさんの帰りを、ロビーで待っている状態でございます。今もうすぐ帰ってくるということですので、ちょっとカバンの中身を抜き打ちチェックしたいと思います。モノマネアーティスト中森明菜、グラビアにも現役で行うマルチタレント。この日彼女は仕事の帰り、マネージャーと一緒にドン・キホーテに行っていた。最近運転してます。普段運転することもない商いと免許のないマネージャー。え、そうなの？さっき失礼しました。あ、そういうこと、うん、この天然娘たちは無事たどり着くことができるだろうか。あ、そうなの？私今これ入れなきゃいけないのかと思った。すごい恥ずかしい。あ、そうなんだ。今こっち寄せたことも恥ずかしいし、うん、え、だって普通入れません？入れないよ、だって上で入れたから。あ、そうなんだ。察知して。あれ出てこなかった、でもカード。あれカードどうすんの？本当は駐車場を出て右に曲がらないといけないのだが、左に曲がってしまった。彼女は無事にたどり着けるのだろうか。電気消すから。はい、全然映ってるよ。あ、嘘。本当、全然映ってる。どこだっけな、どこらへん。わかんないわかんない、私に聞いたらもう迷子になっちゃうよ。なんとなく勘でこの辺かなと思って。できないし、道もわかんないから。はい、この先運気はいいから青です。次は何、金婚観光。これこれ何、ああなんだっけ、これなんていうんだっけ、これはしごじゃなくて金婚観光。なんだっけこれ二人ともわかんない。どっちか先に早く言う方がね。踏切。あ、すごい、私も電信柱って出てた頭が。バカじゃない、バカじゃない。なんだっけ、電信柱ってなんだっけ。ここ、え、電信柱がなんだっけ。電信柱でその辺にあるやつだよ。あ、これ踏切という言葉すら出てこない天然娘たちが、しかし本来電信柱でしょ。あ、そっか、柱か。あ、大丈夫。何この人、煽り煽り。え、だって前出なくていいのに出てきてよ。煽りじゃない。え、2車線これ。そうだよ。あ、そうなんだ。大丈夫。もういいよ、降りた方がいい。降りて、踏切渡って帰って。いや、なんか一車線かと思ったからこいつ煽ってんだと思っちゃったよ。違うよ、踏切渡って。え、すごい前に出てきたじゃん、こっちって後ろにいるのに。だってあそこだもん、私が悪いんだよ。あ、そうなの。もうちょっとほらこう行ってもいいけど。あ、そうなの。怖いからさ、なんか線路のなんか破片とか飛んで。すごい左の男の顔しててよ。知り合いじゃない。いや、バレてたんだよ。なんであんな見てんの、浮かないけど。わかんない。あれかな、横の女の子あんま好きじゃないのかな。ほら、そうみたいなね。なんであんな見てんの。不思議じゃない。あ、何、車なんで出ないんだとか、そういうこと。違うよ、違う。何に笑ってんの。こっち側から見えるからでしょ、これ。どういうこと。そうでしょ、多分。え、違うでしょ。絶対。俺すごい見てるよね。なんであんな見てんの。どうしたのって聞いてる。絶対そうだよ。え、なんかあったって。普通、知らない男がじっと見てきているのであれば、目をそらし、知らないふりをするのが正解なのだが、彼女の場合は、じっ
と見つめ、そしてなぜか笑う。違う、それはないと思う、それはないと思う。どうしたの、知り合い、ハルキの知り合いとかそういう感じ。いや、あんな知らないでしょ。どうしたんだろうね、わかんない。ほら、見た見た見た、やめなやめなやめとき。多分知り合いだと思う。そっか、電信柱。電信柱の話聞こえてんのかな。暑いからクーラーつけようか。クーラーの設置がわかんないよね、これ。私もわかんない、これどこ押すの。どこ押すんだろうね。私に押させたらなんかウインカーとか出ちゃう。ここじゃないの。あ、すごい、すごいでしょ、すごい。やっぱりこれは素敵な勘だったやつが。素敵な勘だったやつ。素敵な勘だよ。うわ、ブワーッと出てきたね。出てきたね。ちょっと出すぎかな。あ、え、どうやってんのこれ。いや、いいよいいよ、いじないで、いじないで、壊れるから。後にスタッフが車に乗って分かったのだが、フロントの窓の曇りを取るエアコンを作動していた。ほら、いるよね、こういう人。やべえ、それは。ちゃんと私だって、ほら、制限速度でちゃんと走ってるから。ぴったり50キロだよ。すごい。すごくない？いや、さっきも安定してるなと思いました。私、安定だから。なんか、安定なる肘。肘。肘関係。右肘。肘。この時、彼女は、全く見覚えのない道を走り続けていたことを、自分でも薄々気づいていた。え、こんな道通るっけ、いつも。通んないよね。どこ通る。今どこ走ってんだろうね。え、どこ、ここ、わかんない。え、で、片倉駅とか書いてあるよ。横浜行っちゃうよこれ。どうしよう、どこここ。え、横浜行っちゃって、どうしたらいいんだろう。え、何これ、どこのセブンイレブン。待って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 、噛んでいくから。あ、分かった分かった、あの温泉のマーク知ってるもん。どこどこどこ、目の前の。どっちどっちどっち。え、分かんない。片倉駅前とか出てきたよ。片倉って何、知らないよ。ちょっとちょっと電話した方がいいんじゃない、マーさんに。いや、分かんないでしょ。いや、分かるよ、分かるよ。左じゃない、左、これ。え、ちょっと待って待って、どうしてここ来ちゃったんだろう。あの、お兄さんを見つめすぎたんじゃない。大体だから、あの、チンチン電車とか走んなかったから。走んないよね。走んないでしょ、ネバネバ。チンチン電車走んないよね。逆から帰ってきちゃったんじゃない、いつもと。いや、待ってよ。左じゃないこれ。左？迷子なんですが、迷子なんですけど、はいはい、ドンキーから帰ろうと思ったら、横浜なんかチンチン電車が走ってたんですよ。チンチン電車っていうか、あの、なんていうの、こう踏切を渡って、まっすぐ踏切を渡ってまっすぐ来ました。なんか踏切があったんですよ。これまっすぐ行くと一宮に行きますよ。とにかくまっすぐ行ったら一宮、片倉駅北入り口。え、いや、八王子です。八王子ドンキーって八王子のドンキーから、とにかく OK パークを出て左、あれ？ OK パークを出て右に行ったら右だ、右右。え、出てきたカードしてる。出てくる。もう察知してるから大丈夫。すげえ。もう来るわ、せっかくだったら。まさに。で、右まっすぐ行って、なんかほら、メガネ屋とかいつもの。え、これナビセットした方が早くないですか？で、左行ったの。あ、左行っちゃったんだ。え？だって右行ったら駅だったよ。右行ったら駅で左行ったの。で、左まっすぐ行ったらなんか知んないけど、踏切になっちゃったのよ。踏切渡ったの。なんか踏切になっちゃったんだよね。これナビセットした方が早くないですか？突き当たったら右じゃないかな。今ね、AU、左に AU、 右が、なんだこれは、マンション、マンション。片倉駅に、とにかくどこで迷っていても目に映った全てのことを言ってしまう。これが正解か不正解かはわからないが、 AU とマンションはどこにでもある。スタッフはこう思う。
もっと具体的に教えてもらいたいものだ。トンネルくぐっちゃえばいいって。トンネルくぐったら、今信号なんです。突き当たったら右ですって。ちょっと待ってください。あ、あ、いつものとこだこれ。あ、なんか来た。ナマズの絵が。あ、これ。え？え？ナマズの絵。いつものナマズじゃない。ナマズの絵がありました。いつもの。え？いつものナマズの看板が出てきました。ナマズ。なんて言うんだあれ。ナマズじゃないです。あれうなぎですね。うなぎか。結構来たね。なんでこんなとこ来たんだろう。ダメだね。ダメだよ。コロカがもうほんと全然全然全然違うこと言うんだもん。私Uターンした方がいいよ。本当にUターンしましたよ。Uターンした？しました。そのまま真っ直ぐ行ったら16号に出るから。16号真っ直ぐしたら16号、そうね、16号ちゃえば16号右ですね。あのお兄ちゃんがダメだよね。お兄ちゃんの前にいたからもう。そっか。なんか右のことをなんか何なんだっけとか喋ってた。電信柱とかしてた。ちょっと。これはまっすぐですよね。そう、16号までね。16号まで。見たことない景色だもんね。うん、見たことない。そんな俺も見たことないって。あ、ナビが動いた。16号です。もうすぐ来た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 。あ、ナビが動き出した。右ですよね。16号右です。右です。右なんでこんなとこ来たの。右方向です。俺が聞きたいよそれ。すごい近くにあのチンチン電車走ってたよね。うん、曲がった。今16号まっすぐです。今エントランス、エネオスです。今エネオス。あ、これ夜ロガに食べに行ったラーメン屋じゃない。え、ちょっと橋渡った。違うよ。橋は渡った。橋はないですよ。川渡った。川とかないよ。吉野家右手に、右手に吉野家で、今、あ、こごります。こごります。トンネルくぐります。あ、検証で。トンネルくぐってます。あ、ケース、あ、ケースだ。ケース電気。ケース電気左側走っていく。はいはい、左ね。その通り入るかな、はい、今、あの、山を越えますよ。川新浅川橋。新浅川橋。新赤沢ばかし。それを渡って、ちょっと走って、線路をくぐるのかな。また？またくぐるの？そう。くぐったら、側道に入ってもらって。こんな遠くまで来た覚えないんだけど。あ、新宿20号出ました。新宿20号右に。あ、それも曲がってください。曲がります。じゃあ左に寄ってたらダメだ。ダメ。あれ、左って書いてある。左に寄っちゃダメです。あ、いいんですね。あ、側道に。側道ね。左曲がって、はい、そして右。あ、大月20号。あ、わかりました。じゃあ後で。はい、わかった。いつもとか、ここから、これもう開き始めた。ここさっき通ったよね。え？さっき通ったよ、ここ。日産じゃん。だ、来るときだよ。来るときだよ。来るときだっけ？来るときに日産のムービーが流れてるっていう。もうダメだ、私たち。来るときだっけ？来るときだよ、私が。え、帰りじゃなかった？帰りじゃないよ。来るときに日産のでしょ？そうそう。危ね。あれ帰りだっけ。あれ来ると帰りだっけじゃなくて来るとき行きか。うかうてうてや。あ、本当だ。うていかい。ど
東洋会でしょ。東洋会打て合って何行く時だよ。ほらなんか綺麗だね、こんなの見たことあるないよって言って、こっち側にそう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 豪邸があって、あそうそうそう、でこっち側に豪邸があって、こっち側にムービーでそれ行く時だよ行く時にそれもオーケーパークに入れて帰りだもんだって全然違うよそれもう全然行き帰り別の話。あそうだっけ、うん、ダメじゃんもうだってもう家からすごい近いのにこれなんかドライブした感じだよ。そうだね、もうわかるでしょ。うん、わかるよ。いやーこの辺に来ると庭だね。庭さっき不思議だったね。安心した。なんで16号行っちゃったんだろう。なんであそこってなったね。うわ、でも踏切が渡った時点でもう壊れちゃったんだもんね。そうだね。まああのお兄さんがダメだったんだよ多分。あのお兄さんは、ね、前にいたからマネージャーはどうしてもあのお兄さんのせいにしたいようだ。ごめんお兄さん。ここでしょ。ここでしょ。タネヨのとこが大事。秋内さんは道に迷っているそうです。そうそう、安心安心した。もう安心して笑顔も出てきたね。笑顔出てきた。えはーとか言ってさっきは何度だったの、ね、何分までのいつも行っているドン・キホーテなんですが、なぜだか知りませんがものすごく遠いところまで帰ってきました。帰ってきました。帰ってきました。それではちょっと直撃行ってみたいと思います。あ、危ないです。危ないです。危ないですね。あ、マーサがちゃんと出てきて。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あのなんかとんでもないとこ行っちゃって。どこ行ってますか。いや全部撮ってたんですよ、ドライブしてて時の。撮ってた？全部撮ってた。どこ行ったのよね。なんでこんなどこ行くか分かるんじゃない？だから見ればマサイさんはあれって。ちょっと YouTube 動画撮りますので。 YouTube 動画ですか？はい、ちょっとあ、そうですね、はい、今日ちょっとした仕事に行ってきたんで。そうですか。はい、分かりました。帰ってからですか？はい。こんな髪の顔でいいんですか？大丈夫です。気をつけて駐車場止めてくださいね。はい、じゃあそれではスタンバイしてますので。はい。なんかいましたね。YouTube だって。撮るの？今日撮るんだって。今から？突然撮るとか言うのやめてほしいよね。そう思わない？あれ？ちょっと待って。ここだっけ？え？全然違うよ違うよ。違うよね。違うんだけどさ、これ。すごい入れにくいね。なんでこの端っこなんですか？え、スタッフはこの動画を編集して思った。なんでこの端っこを選んだんですか？私分かんないのこれ。この二人だけで運転をさせてはならない。真っ暗じゃん。つけとくの？真っ暗って言ってもここつけても外が見えないんだよ。あ、そうなの。こ真っ暗ってこの部屋の中見れたって無理だから何言っちゃってんの？バカ。この皮膚からもバラの香りが、私はもう本当に匂わない。このバラの匂いがする。こちらの顔もちょっと気になりました。これは衣装なんです。すみません。え、やはりちょっとやっぱ視聴者さんもですね、これは気になるんじゃないですか。Gonna make it last all night.